田中渡るから左橋本です。橋本戻して前高行中3枚いる鋭いボールが来たゴラッソ高井和馬前から高井ビューティフルゴール。まあ、このクロス非常に速くていいボールでしたけども、ここのボールに体反転させながらこうでボールに触って枠を捉える非常に、まあ、難易度の高いシュートだと思いますけども、さすが高井選手というゴールでしたね。